では5月13日土曜日8時から生配信ということで、そちらの配信中にこの箱を開けちゃいます。タイゾーコーヒー YouTube フェスやろうと思って今企画進めてますから、そちらもぜひとも楽しみにしていてください。皆さんこんにちは。コーヒーを愛しすぎた男、岩崎タイゾーです。本日は皆さんにお知らせがあります。おかげさまで岩崎タイゾー YouTube チャンネル登録者数10万人突破ということになりました。どうもありがとうございます。いやもうほんと嬉しいですね。こういう節目ってなかなかないですからね。なんか自分の人生振り返ってもこんな明確な節目があったかなとか思うぐらい、この10万人っていう数字はなんとなくこうじんわりきてます。本当にご覧いただいてる皆さんのおかげでこういうことになりましてですね、心から感謝申し上げます。岩崎泰造の動画。いやもうこの動画撮影しながらドキドキしてきちゃったんで、早速コーヒー入れますよ。コーヒー入れながらねお話聞いていただければと思いますが、10万人突破しましたという報告動画でどんなコーヒーを入れようかなって考えてたんですけど、やっぱり初心に戻って一番最初に YouTube で入れたコーヒーを入れようかなと、でアッピーとさっき調べたんですよね。で第1本目に上がった動画は、岩崎泰造と申しますという自己紹介動画で、コーヒー一杯も入れずにただただ喋り続けるだけの動画という、しかもあの頃の喋りは遅かったですね。 1.5 倍にして今ちょうどいいぐらいですね。いや今でも別に早く喋れてると思ってないですけど、なるべく気をつけてはいますが、最初の頃の動画はなんかスロー再生してんのかなっていうような感じがね、ありましたね。でその1本目動画はコーヒー入れてなくて、で実はその前にボツになった動画が何本かあるんですよ。でボツになった原因は、タイゾーがここに口ひげを生やしててイメージ悪いからっていうねことでボツになったんじゃない。あれ何のテーマで撮ってたんだろうね。あれは美味しいコーヒーの入れ方とかだったっけ。 でその1本はあのセカちゃん の動画で上がってます。上がってるんだっけ。去年上げました。タイゾーひげで NG になる動画が一番最初にあったんですけど、 それは除いて、で最初の動画も除いて、でアイスコーヒー編が最初にわーっとこう出てきたんですけど、もう3年近く前のことですから、まあ覚えていてくださる方、その時から付き合ってくださる方ね、もしかしたら見てくださってるかもしれないですけども、このアイスコーヒー編はちょっと特殊な企画だったので、それを除いて美味しいコーヒーの入れ方っていう一番最初のシンプルなあの動画ですね、あちらの動画の中で入れていたコーヒーを、まあ、今改めて入れようかなと思って何のコーヒー入れてたのか調べたんですよ。そしたらなんと今ないんです、もうそのコーヒーが。コロンビアのサンタンデール、エルセイビト農園、実は日本で泰造のところしか買ってなかった、20トン泰造が買ったというロットだったんですけど、もうそこから人気が出ちゃって2年目以降もう全然買えない値段になっちゃってですね、幻の1年でしたねあの時は。でその時に泰造はまあ動画の中でよくコロンビア入れてたんですけど、あの時のサンタンデールエルセビって本当懐かしいなと思いながら、今なんかしんみりした気持ちで、じゃあ何入れようかなと思ってですね、で今回今選んだのは同じくコロンビアで、コロンビアの中でもあの激ヤバの焙煎こないだしたので、もうちょうどいいから進化したということでこれ入れちゃえと。こちらはですね4月5月のセレブレーションブレンドっていうのに一部配合しているコロンビアのスペシャルミックスプレミックスロット、もう何言ってるかよく分かんない感じになってきてるんですけど、コロンビアって面白いコーヒーがその後どん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 出てきてですね、もう大変なことになってるんですよ。コロンビアだけではもう味のイメージが共有できないぐらい、まあいろいろな味が出てきてるんですけど、まあそれを一つ表現したくてですね、コロンビアの中で個性があって面白いものを3種類プレミックスして焙煎する、でそれをアフターミックスで別のコーヒーと組み合わせてセレブレーションブレンドっていうのを作ったんですけど、そのコロンビアのプレミックス分のロットを今入れてます。この中にはもう往年の名品コロンビアアポロ、エルパライソ農園のライチですね、タイゾーチャンネルで勝手にアポロって呼んでるあのアポロチョコっぽいコーヒーも入ってますし、ラルイサ農園のゲイシャンナチュラル、それからですねつい最近濃度の定期購入の方でも出しましたコロンビアのカーボニックマーセレーション、このめちゃくちゃ個性的な3種類をプレミックスして焙煎したコロンビア、なんかだいぶ進化した香りがもう漂ってきてますよ。コロンビアのエルセイビト農園、
3年前に入れていたあのコーヒーはめちゃくちゃシンプルで素晴らしかったんですけど、実はあのコーヒーもかなり複雑な要素がこうミックスされていて、品種の段階で6種類混ざってるんですよ。でティピカがあってブルボンがあってカツーラがあってコロンビア種があってタビがあってゲイシャまで入っていたという、まあ幻のロットでしたね本当。いやー時の流れは早いもので3年経って太蔵チャンネルも10万人突破ということで、あれが届いたって聞いてますけど、ちょっと実物がねまだちゃんと見れてないんですが、来ましたね、いよいよ。いいですか？重い。おお。こんな風に来るの？シールちょっとあれじゃないですか？ちょっと待って。来ました。銀の盾ってやつですかね、これが。噂のやつです。噂には聞いてましたけど、実際重い。結構ずっしりしますよね。銀なのかな、もしかして。いや、どうすか、ね、銀色の盾が来ると思ってたけど。銀色の盾じゃないですか。うん。これ、純銀なんじゃないかぐらい重いっすよ。結構重いんですよ。え？すごいね。これ、こんな郵便でポンって来るんだ。びっくりしましたね。いや嬉しい。開けたいな、これも。これはでもちょっと開けないでもらっていいですか？ちょっと。開けないでもらって。開けない、うん、今ここで。ちょっと今度生配信やろうかなと思ってて。生配信で生開封します？生開封しましょうよ、これ。生開封にしましょうか、うん。ちょっともうちょっとお預けということで。アメリカから来てんだ、ちゃんと、うん。ここ見たかったね、なんとなく。そう、ここちょっと。なんかね、うまいこと剥がして。あ、うまいこといくかもしれない。本当ですか？でも二重で違うシールも貼ってあるね。でもこの配送伝票は剥がれそう。いいか、ありのままでいきましょう。ありのままでいきましょう。ということで皆さん、銀の盾が到着いたしました。もう本当に嬉しいですね。これは大蔵が頑張って撮ったとかいうことではなくて、皆さんの応援のおかげでね、ここまで来れたんだなという気がします。もう重さがずっしり感が半端じゃないですね。電話来ちゃった。でちょっと電話来たんでコーヒー入れましょうか、はい、ニコちゃんのカップのチョイスが銀のカップもあるけど、そうですね、あえて銀のカップで今回は。いやー、感慨深い。コロンビアのもう超進化系コーヒーをいただきながら、ちょっとねこの10万人振り返りをいろいろと皆さんにねお伝えしていきたいなと思います。まあ、詳細は生配信もやることに今突然決まりましたので、うんうん、日程はこれから調整しますが、ぜひ皆さんそちらの方でね、実際銀の盾どんなもんなのかっていうのを私もあんまりよく分かってないので、見てみたいなと思います。じゃあとりあえず行ってみましょう。召し上がれ。こんな召し上がれをさせてもらえる日が来るとは。あの頃の絶えずにはもう思いもよらないことでした。本当にすごすぎるって、これすごすぎる。すごすぎますね。これ、うん、ストロベリーチョコレート溶かしましたかっていう感じですね。でそこにちょっとワインとかマデラ酒とか垂らしましたかみたいな。で少しシェリーダルで発酵かけましたかみたいな味ですね。これほんとすごい。いやー、なんか嬉しいですよ。でも生配信日程決めちゃいましょうよ。決めちゃいます、もう決めちゃいましょうよ。土曜日がいいよね。そうですね、うん、そこでさらに告知というかね、それもあるじゃないですか。そうそうそう、生配信はちょっと今決めたいと思いますが、生配信だけでなく、この10万人銀の盾ありがとう企画ということでですね、太蔵 YouTube チャンネルフェスみたいなのをちょっとやりたいと思ってまして。そうなんですよ。まあ、ようやくこうリアルのイベントで皆さんとも交流したりね、お話ししたり直接お会いできる機会が持てるようになってきましたから、まあ、せっかくこのね節目のタイミングなので、まあ、そういった企画やりたいなと思っていて、それを早く決めないとちょっと場所のこともあるので、うんうん、日程が決まっております。6月の11日日曜日、場所はですね、太蔵 YouTube チャンネルでもおなじみの森山コーヒーのノット未宿、
こちらの会場を貸し切りでお借りしちゃいたいなということで、まあ、主の森山さんともお話しさせていただいてですね、もっと三宿の方はですね、もうすでに実際にいらしてくださったことのある方が多くいらっしゃると思います。タイズのリアルイベントもクリスマスライブ企画とか、まあ、あとは焙煎体験とかですね、いろいろやりましたね。森山コーヒーさんはそもそも森山コーヒーの紹介動画もすでにね、だいぶ前に上がってますし、まあ1年2年前ぐらいですか。そうですね。結構オープンした時からですかね。森山コーヒーオープン前の秘蔵映像みたいのも上がってますよ、そういえば。なのでご存知の方多いかなと思いますが、まあ、その太蔵ゆかりの場所ということで森山コーヒーさんのと未宿をお借りして6月11日日曜日にフェスやります。でこのフェスはおそらくこの銀の盾もポンって置いてあると思うんですけれども、まあ、これはですね、その太蔵のっていうよりは YouTube における、まあ、このコーヒーのカテゴリー、まあ、コーヒーのカテゴリーって言っても幅が広いんですけれども、コーヒー YouTuber って呼ばれるようになった、まあ、コーヒーに関して発信をしているYouTuberですね。なんて言ったらいいんだろう。俗に言うコーヒー系YouTuberですよね、うんうん、俗に言うコーヒー系YouTuber。 難しいですよね、結構このカテゴリーの切り分け方が。コーヒー系YouTuberのチャンネルが、まあ、史上初めて10万人を突破した。これはおそらくですね、まあ、太蔵チャンネルがたまたまそのポジションで今来てその数字になっているということだと思うんですけれども、結局のところ多くの方がコーヒーに興味を持ってYouTube でコーヒーのことをまあいろいろと見るようになってきているという時代全体の流れがあると思うんですね。でこれはですね、太蔵チャンネルはもともと立ち上がった最初に荻原先輩のね、和光コーヒーさんの動画とコラボさせていただいたり、まあ、様々な方とコラボを重ねてきて多くの方たちに知っていただいてってことがあってですね、今までチャンネルコラボをしてきた様々なコーヒーマンたちで、まあ、時にはコーヒーマンじゃなさそうな人たちともコラボしてきたんですけれどももう本当に多くの方たちと一緒にこの YouTube チャンネル盛り上げてきていてですね、このコーヒー系 YouTube というジャンル自体が、まあ、一つの節目を迎えた、まあ、そういったお祝いにできたらいいなと思っております。で今回は、まあ、ぜひとも来てもらいたいなと思っている方たちがたくさんいて、まあ、今連絡取らせていただいている最中なので、まあ、最終的にそのフェスに参加してくださるゲストの方は今この動画のね撮影時点では確定してないんですけども、まあ荻原先輩は来てもらわないわけいかないですよね。これはね、荻原さんよろしくお願いします。この動画を持って依頼させていただきます違うか、ちょっと電話してみようか。そういえば荻原さん今何やってるんだろうね。インドネシアにいらっしゃるみたいですよ今アッピーなんで知ってんのそれ。動画が上がってて、あ、そう、反省動画が、なんか反省動画か、動画みたいなのが上がってましたねそうですね。荻原先輩今インドネシアでなんかピンチなんじゃないですかね。ピンチかもしれないですね。世界中どこにいても LINE 通話出てくれる男、荻原俊。出てくれない、うん、心配になっちゃう。荻原さん、じゃあぜひよろしくお願いします。そしてビンチョウタンさんはどう？もう多分来てくれるんじゃないですか。近いですし。ビンチョウタンさんは近いもんね。日程だけ抑えれば多分来てくれる。ビンチョウタンさんとは昨日電話しましたよ。あ、そうなんですか。でこの件じゃなくて、仲良し。ビンチョウタンが電話来て、うん、いや今ニトリで撮影してるんですけどって言われて、ニトリで？ニトリで撮影してんのって、もう大爆笑しちゃったんですよ。ついに来たかこの日がと思って。うんうんうん、そしたら俺だけ大爆笑してて、向こう電話口でポカーンとしてて。うんうん、え、なんかすごくないとか言って言ったら、いや、いつも通りですけどとか言って、一人で撮影してるんですけど勝手に聞き違えたみたいで、いつも通りじゃん、普通のことだよねそれって。で、そう、昨日ビンチョタンさんは、うんうんうん、企画をやってる最中でちょっと相談の電話がかかってきたんですけど、ビンチョウタンさんはとりあえず6月11日自体は OK ってことだったんで、まあ、詳細はまだお伝えしてないんですけど、まあ、ビンチョウタンが来てくれるってことはおそらくあれがあるんじゃないですかね。フェス会場内にステージ組む予定なんで、ビンチョウタンさんのパフォーマンス見れるんじゃないかなと思いますよ。それは楽しみ。うん、まあ、どっちのパフォーマンスか分かりませんけど ね、コーヒーなのかね、あれなのか、それともあれなのかちょっと分かんないとこですけど、もう一つあるあっちなのかもしれないですけどね、うん、まあそういったこともね、テント張り出すかもしれないし、うん、あ、
テラスがあるから森山コーヒー。あーそこで、ね、テラスでテント張ってアウトドアコーヒーで一人そあのなんだろうソロキャンのなんかブースみたいな。ソロキャンブースいいかもしれないですね。合言葉言ってね。そうそうそう。そこでテイクアウト用のコーヒーを、うん、で世田谷公園でぜひ飲んでいただいてっていう。確かに会場内ねやっぱり入れる人数に限りがあるので、うん、まあ、先にこう整理券というかチケットの方を販売させていただいてという形になると思うんですけども、その外の備長炭ゾーンは通りすがりの方でも OK かもしれないですね。すごい人になっちゃったらあれじゃないですか、備長炭のソロキャンプ前にそう行列主催なら警察来ちゃいますか。でもノットミシクはあのマルシェとかやってるのでそういう点ではなんかやり方あるかもしれないですね。あとはまあカスヤさんとかね、ああそうですね、来てもらえるといいですけど。どうですかね、鉄カスヤ。鉄カスヤずっと電気ついてますけど大丈夫ですか。カスヤさんインドネシア今アメリカかな、 SCA のイベントの最中、うん、出るかなっていうことは今夜かもね。めっちゃ寝てるかもしれない。なんだよみたいな話かも。じゃあ電話くんだけど出てくれたらそれそれでちょっとね、うん、申し訳ないんで和也さんまた改めましょうか。和也さんあとはもう畠山大樹さん、ね、川野ゆうまさん、もう来てもらいたいコーヒーマンたくさんねいますよ。そしてコーヒーラジオのお二人も今はそれぞれね、うん、別の場所で活躍してるし、まあ態度チャンネルに出ていただいたことのある方が全員集結するともうノットミシクが爆発しちゃうと思うんで、さすがにそこまではね、皆さん集まっていただいてっていうのは難しいかもしれないんですが、まあ、できればですね、多くのゲストの方にいらしていただいてそれぞれにコーヒーブースを出してもらって、 で、まあ、できたら会場内に一つ生配信専用ブース作ってですね、イベントの最中、まあ、多分昼から夜ぐらいまでねやると思うので、ずっと途切れずに誰かが生配信してるみたいな状態できたら面白いですね。アッピーつきっきりで。そうですね、生配信って何時間でもやれるんですか。やれますよ。ルール的には、うん、全然だってもう24時間365日やってる BGM のチャンネルとかあるじゃないですか。あるか全然できると思うんです。そっか、じゃあそのセッティングのところから回しますか。楽しそう。楽しいところからね、え6時間とか8時間とか配信になるのかもしれないですね、うん、まあ、ちょっとどういう企画になるか詳細また詰めまして、改めて、まあ、できればその次の生配信のタイミングでね銀の盾開封の時にでもお伝えできればと思いますけれども、まああとはまあそのライブステージみたいなところでね演奏とか音楽とかもちょっと入れられたら楽しいなとかね、妄想膨らみますね。こんなのやってほしいみたいなのあればぜひコメント欄でもいただければね、ありがたいです。さあそれでは生配信のスケジュールなんですが、土曜日の夜いつものように ね、 そうですね、ここ最近生配信やってないね、そういえばしばらくやってないですね、うん、久々ですね。4月やってない、3月もやってないしね、そういえば。いつからですか。 2月やってなくない。いや2月はあれですよ、バレンタインの日にやりまして。懐かしい。それ以来ですよ。久々ですね、こんなに生配信間空いたのも初かもしれないですね。久々に海外出張とかもあってね、バタバタしてたしね。5月の6はちょっと夜ゴールデンウィーク明けたので皆さんも多分、うん、真っ盛りじゃん6は。そうそうそう、ゴールデンウィーク中だし滞在は山奥にこもってる可能性がありますね、その日。13日はどうですか。13日いいですよ。あ、13が一番いいかも、太蔵も。皆さんどうですか、5月13日夜8時から土曜日の夜8時ここで生配信しましょうか。そうですね、ちょっとこう今予定入れちゃいますよ。誕生日近いの。いつ。僕16です。めちゃめちゃあれじゃん。じゃあちょっと一緒にやろうよ、はい、お祝いコーヒー入れますよ。あー、これよりもすごいやつ作りますね。じゃあこれにキウイパイナップル乗せみたいな。では5月13日土曜日8時から生配信ということで、そちらの配信中にこの箱を開けちゃいます。銀の盾開封動画ということで、まあ実際どういう様子なのか私もちょっと楽しみですけど、で銀の盾見せていただいて、10万人までのこれまでのね歩みを振り返りたいなと思いますけど、まあ、ぜひちょっとその生配信の中でもこの10万人達成というところまで、まあ、いろんな動画上げてきて
思い出深かった動画についてもちょっとね振り返っていろいろお話ししたいなと思いますが、例えばねもういろいろあったよね。ありましたね。一番やっぱりこう直接お会いしてどの動画好きですかっていう雑談の中で伺うのは、あの代用品グランプリの急須が出版したあのってやつね、あれはすごい評判ですよね。あと100均のドリッパーで空にっていうのが初めて流れた瞬間感動的だったっていうことも聞きますし、真面目なコーヒー動画はないのかみたいな感じはねありますけど、太蔵の個人的なところでいくと、あのマンデリンを愛しすぎた男岩崎太蔵編は個人的には自分のコーヒー愛がすっごいうまく表現できてて嬉しかった動画でありますね。アッピー的にも何かある？今までの動画で100均もそうですけど、編集してて面白かったのはやっぱ円錐ダービーとか、やっぱり毎回ランキングは面白いですよね。いやもうアッピー編集の真骨頂ですよね円錐ダービーの季節が今年も間もなくやってくるし ね、そろそろやらないと間に合わない。そろそろですね、うん、ダービーに続いてオークスもあるかもしれませんし、うん、もういろいろね楽しみ。皆さんどんな動画がお好きですか？まあ、これまでいろいろね上がってきてる中でこの動画が、まあ、一番面白かった、好きだった、お気に入りの動画あれば、もしよかったら今この動画のコメント欄の方でぜひとも書いていただいて、そちらも見ながらですね5月13日の生配信の時に今までの振り返りしたいなと思っております。それでは本日は銀の盾開封しません動画ということになりましたが、5月13日生配信で開封いたします。そして6月11日こちら日曜日ですが、ノット未宿森山コーヒーさんのところを貸し切りでという形で、太蔵コーヒー YouTube フェスやろうと思って今企画進めてますから、そちらもぜひとも楽しみにしていてください。情報はまた YouTube でもインスタ、Twitter の方でも出したいと思ってますから、そちらもチェックしてください。今日も最後までお付き合いいただいてどうもありがとうございます。それでは皆さんまたお会いしましょう。ハッピーな、なんか重くなっちゃうね、思いも持ってるとどうしたらいい。またですよね、ハッピーなコーヒーライフをもう最初の10本目ぐらいで登場したんでしたっけ。最初はないんですよね。マジ？そう、マジですよ。最初の撮影じゃない10本目ぐらいから登場したの。たまたま行ったやつがめっちゃいいじゃんってなって使い始めたんです。いや感慨深いですね。皆さん今日もお付き合いいただいて本当にありがとうございます。ではまたお会いしましょう。ハッピーなコーヒーライフを。